日余り。くにちゃん、今日来たらさ、先を来たらさ、いつも座ってるさ、配信の時に座ってる椅子にさ、ブブさんが座って寝てて、今足の上いる、膝の上いる、ブブさん、ブブさんこんにちは、どうも。私の椅子の上で寝てた自分のベッドだと思ってた、うん、こんにちは、どう？でも幼稚園来てないよ、来るわけないでしょ。でもさ、来るわけないよね。こんにちは、どう？めっちゃコロコロ言ってるじゃん、嬉しいのか。こんにちは、どうも。めっちゃゴロゴロ言ってるよ。今日は小学生のコスプレしない、しないです。何のコスプレもしません。聞いてお前口近づけるから。聞こえた？さっきはね、ウフが話してた。寝ててもめちゃくちゃ。椅子の上で。ゴロゴロ言ってるでしょ。ちょっとどの子はエンジェルブルーですか？そうだ、エンジェルブルーってことよ。こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様、ブーストメタル、お、一応ゲットした。やった、ぬるちゃん、ありがとうございます。ありがとう。あ、髪の毛さ、はい、もう猫で歯磨きさせてくれないよね。何回かね、ブーブーさんしようと思ってするんだけど、すっごい嫌がるんだよね。無理やりできるんだけどさ、無理やりしようと思う。すごいニャーって出てかわいそうになっちゃう。こんにちは、どうも。こんにちは。違うよ、違いますよ。
なんかありがとう。ありがとうございます。今日も違うもらえて嬉しい。嬉しいけどダメです、気にすぎダメで、ダメです。ふみちゃんどうも、どうも、なんか入った、こんにちは。今日は焼き…あ、今日は焼肉の日なの。8月20日。あ、そうなの、肉の日なの。今日の配信 BGM でかい、嘘、買わないよ、いつもと一緒よ。ちょっとウーさんのゴロゴロがちょっと…頭の方ありがとう、こんにちは。どうも、二度目の方もありがとう。コラもありがとうございます。100キロお届けありがとう、ありがとうございます。もうすごいずっとゴロゴロ言ってる。ウライトミワさんファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。聞こえる？ここの位置でマイク拾わないかな、ウルさん。強すぎて来ちゃいそう。死んでるもん。怖いね。すごいね。ゴロゴロ言ってる。聞かせてあげてゴロゴロ。あ、もう言わなくなっちゃった。ヨガちゃんのお腹の音じゃないよ。違う。猫です。猫。猫がゴロゴロ。ヨガさん。です。違うでしょ。こんにちは。ゴロゴロなるか気合いい。毎日言ってる。ゴロゴロさん。めっちゃすぎるとね、口が開いちゃうんだよね。かわいい。こんにちは。でも、すごいなんか餌の匂いがする口。見るでしょ。上がるんだよね、でも歯磨き。なんかさ、シートタイプの歯磨き使ってて、なんかシート、ウエットティッシュみたいな感じのやつを手に巻くの、指に巻いて、で猫ちゃんの口に入れて歯磨いてる。難しいのよ。全然口開いてくれなかった。あと、あの、ママにちゃんと見かかしてくれないか難しい。おーちゃん元気。おーちゃんお昼お預けくれた。こうやってないよ。昼ご飯閉まったら、おーちゃんの寝言とヨガちゃんのお腹の音なわけないでしょ。なんで私が喋ってんの。こんにちは。おーちゃん君やだ。うん、休んでる。うん、ちょっと足を。こんにちは。さっきは寝てたんだよね、ブー。その私の椅子の上で。だからすごいさ、寝起きはね、いいから寝よう。こんにちは。噛まれてる、甘噛みされてる。ないよ、これ。こんにちは。あー、でもこれ私の言うブーブーのおもちゃじゃない、ほら。お疲れ様です。お疲れ様。明けまして、明けまして。早いよ、一人だけ。うん、違うじゃない。こんにちは。
がないと昨日の幼稚園に帰っても幼稚園しないよ。帰れないよ。こんにちは、どうも2度目の方ありがとう。バーン。こんにちは、どうも。泣きらぼしも会えてたの。こんにちは。よいしょ。お腹すいた。みんなご飯食べました？お昼ご飯ちょっと。こんにちは、たぶん今食べようね、お昼。こんにちは、たぶん。昨日あれ食べたん、昨日さ、好きやの好きやか吉野家か吉野家か好きや忘れちゃった、どっちかのどっちかの、あの、あれなんだっけ牛丼の、なんか卵とじ牛丼みたいな上チーズ乗ってるやつ食べた。どっち？吉野家か好きや。吉野家か。忘れちゃった、どっちか。今日買ったもん、463人。ももりんさん、今月もありがとうございます。ありがとう。こんにちは。あ、吉野家カビ、まだやってんのかな？わかんない。こんにちは。お昼配信してる。今日はいい日になりそう。なんでよ、お昼配信してたらいい日になるの。死ぬのかな、ちょっと忘れちゃった。どうしたら、やりたいか。ボブさん、こんにちは、どうも。やりたくなっちゃった。飽きた、私の足。うん、大丈夫、いる。暴れなくなった。こんにちは、どうも。フル足、珍しい。練習やったじゃん、昨日一日だけじゃん。なんかあったの？ダメスチとか。カニちゃん連絡ね、これ。私なしないよ。寝てますね。どうぞ、撫でられ、撫でられ。133ファンデビル19、ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。お腹空いてきた。わかる。何食べるかな。ゆめさんが終わり配信してて部分を解いて、そんなわけないよね。ゆめさん遊ぶと幼稚園にならない。昨日は気を保ってた。たまたまよ。夏もなかったらさ、よヤッシーさん100回からもう、ありがとうございます。たくさんありがとう。ナンバーズ、ブーバーナンバーズ、いいやね。シューナンバーワンだよ。ブーナンバーズだね。家の、家での権力。ナンバーツーでしょ。何ちゃんの？昨日は16歳ぐらい若かった。16歳。5歳ぐらいで運が増えてた。カビと一緒な満腹大作戦は、あ、第2弾が始まるんだ。9月に行くから。あ、そうなの。こんにちは、どうも。8歳よ。え今21よ。24じゃない、21ですか。こんにちは、どうも。変なる話は何のコスプレしませんよ。普通に配信し、普通の句で配信しませんけど。どうよ、ブブさん。今日は普通の句。こんにちは、どうも。かわいい。ありがとうございます。うん。こんにちは。
あ、第一弾が8月31日カービィのやつ。カービィ結局食べてないな。めっちゃ怖いかも。こんにちは。どう？あれだね、売り切れてそうだね、人気すぎてか。こんにちは。どうも。気持ちよさそうだね。あんたも慣れてもらって、私に私に慣れてもらって。こんにちは。ライフが心配。そうだね、いいんでしょ。こんにちは。幼稚園児タム第2弾、第2弾ありますか。またいつか着るつもり。いつかね、もうすぐには着ない。牛丼にもハマれば、牛丼はハマってるかな。でも強いの。甘辛水玉牛丼もあれが大好き。めっちゃ美味しい。温泉卵が好き。温泉卵。お茶のやつも美味しい。こんにちは。どうも。今日は早起き大成功。早くはないけど、ちょっと来ました。グリッド演出出てるじゃん。何やつね。こんにちは。どうも。今日考えてありがとう。ありがとうございます。スヌーカービー1個ゲットしたけど、思ったより大きくてしっかりしてた。あ、そうなの。買ってみようかな。第1弾なんか売り切れてそうだから。第2弾も一緒なの感じなの。種類が変わるか。こんにちは。とも、カービィね、あんまり詳しくないんだよね。わかんない。あんまりカービィキャラクター知ってるぐらいのレベル。ゲームとかもしたかった。調べてた。嬉しないな。公式のこれか。あったあった。パンプクライス、コラボ、コラボレーション、カービィモリ、キャリア。あ、第2弾カール思ったら大きいの。え、めっちゃ可愛いね、カービィのなんかフィギュア。可愛い第1弾です。第2弾のも可愛いけど、いや私カービィスマブラ毎回カービィ使ってたよ。飛べるから使ってた。難しいな。カービィ盛り、え、可愛いね。なんかあのイルモの雰囲気めっちゃ可愛いじゃん。こんにちは。吸い込んで世界を成功するわよ。そうだろ。わかんない。こんにちは。のグラックさん、グラックさん、1回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。フォローありがとう。ありがとうございます。こんばんは。もうじゃない、こんにちは。カービィ、カービィダンスわかんない。いつもの方ありがとう。こんにちは。今夜黒ずくめの組織、何行こうかな。決めてない。何行こう。シネはダチョウ肉を使ったオーストリッチ丼機関で。ダチョウ肉、そんなの、そんなの。こんにちは。でも飲みすぎて場外に食べる。いや、あれはね、自滅しないよね。全部ブブに共感を求める。寝てますブブさん。カニちゃんの頭脳は大人、頭脳は子供、肝臓は大人。お酒飲んでないって。
酒は飲めるけどさ、飲もうと思えばね、飲みますよ。お水ですこれ、いつも。春風と共にプブランドへやってきた旅の若者、それがカービィ。プブランド、それ若者、それがカービィ。あ、そうだろ、プブランドだってところがある。カービィ全然わかんない。石になってジョーカーに落ちる。何回かやってよ、やってると自滅するやつね。やったことあるよ。あ、ゾウの方ありがとう。こんにちは。初見です。違うでしょ？違うでしょ？こんにちは。どうも。カワイめっちゃ可愛いね。これ今度買ってれば美味しいな。カワイめっちゃ可愛いんだけど。まだ売り切れてないのかな？もう売り切れちゃってる。かわいい、これもかわいい。なんか満腹対策戦セット、カービィの丼のやつもかわいい。カービィの丼、これまだ発売先ないんだ、5月2日からなんだ。めっちゃかわいい。やられるとめちゃくちゃムカつくけど。カビがコギムさんの横に置いてある。え、カビがコギムさんの横に置いてあるよ。カビ持ってないな、私カビ持ってない。リカーと仲が可愛かった。あ、仲いいとか、あ、めっちゃ可愛かった。ピンクのやつだよね。確かこれ使えないよ、こんなのもらって可愛すぎて入れれないこの袋に。このままステッカー届かない。あ、なんか言ってたよね、ユシネだっけ、それも黒ミク計画のやつ、めっちゃ怖かった。こんにちは、あとも、いつもの方ありがとう。お、カービィとスマブラ同じ人が作ったゲーム。あ、そうなんだ。そうだ、知らなかった。スマブラなんか親戚がお母さんのいとこ、私が言ったら何なのかな、ただの親戚かな。親戚とハトコがめちゃくちゃゲームが上手くて、毎回さ、その親戚の家に行った時にゲームするんだけど、集まってね、私近い子たちで集まってゲームするんだけど、もうハトコが上手くて、同い年のハトコがいて、うん、ハトコと親戚にめちゃボコボコにされた記憶ある。毎回そのパトコとかが使ってるキャラクターを使ってみるんだよ、強すぎるから。全然うまくできない、難しい。こんにちは、どうも、お疲れ様です。お疲れ様。よかったもつ464人、ラリームさん今月もありがとうございます。ありがとう。いつもの方にダメの方、ありがとう。こんにちは。いや、そろそろハカーブにハマって解散変わるかな。ハトと付き合うのってすごい。僕ね、いとこがいないからね、ハトコしかいないんだよね。年が近い親戚がハトコしかいないから、ね、でもあんま合わない。ハトコもちょっと遠いじゃん。ハトコはさ、お母さん同士がいとこ、ちょっと遠いからさ、そんなに合わないけど、最後に会ったの相当前だね。いつだろう、わかんない。高校生ぐらいの時だったかな、高校生か中学生ぐらいの時今にあったの、あんま思わないけど。こんにちは、ちっちゃい頃は何
ちょっと島地じゃないかな。よく見せるね。景色きれいだな。こんにちは、とも。あつも。どう？こんにちは。今日は、おいっ子？めいっ子？に？絶対そうなりしますよ。絶対そうなりすんの？いいじゃん。こんにちは、どう？それだけ思わないと、確かに変わってるかもね。ちっちゃい頃よく会ってたはずね。ちっちゃい頃はなんか家で近くでよく会ってたはずだけど、確か男が引っ越したからあんまり。なこんにちは、どう？最近会ってないやん。だからはとこ、お母さんのいとこゲームがめっちゃうまい。ゲームいっぱい持ってる親戚いて、親戚も会ってないな。こんにちは、どう？その親戚久しぶりに会ってんだよ。ゲーム私も最近いろいろやってるから、いろいろってやってるからだけど、トロッコとかさ、ちょっと前やってた。やったことあると思うんだよ。でも歌ってないから。ゲームが上手い人にはファミコン世界大会で RTゲームゲームファミコン世界大会、聞いたことあるかも。わかんないけど、うん、こんにちは、どう？はとこと Twitch コラボ。はとこ連絡取ってなさすぎて、もうなんかはとこ連絡先は持ってんの一応 LINE。 同い年のはとこ一人いて、もうこの LINE は持ってるけど一回も話したことないの。話したことない。思ってるだけ。なんかね、そこはそんなに見なくて、親戚でナンバーワン決定戦ストロークやる？スマブラだとちょっとボコボコにされちゃうから、ストロークもボコボコにされるかもしれないけど、まだ可能性があるかもしれない。アンゾーンの方に挑めなかったと、特に人見知りすると、いやね、全然合わないのよ。合わないんだよね。ちっちゃい頃、小学生ぐらいの時はね、よく当てて、親戚の集まりとかでさ、お盆とかにさ、親戚の家で集まってとかって思って、意見ないから。弟さん顔覚えてない。どうだ、誰の弟？誰の弟？初音の方にどうなかった？こんにちは。起こされてぶち切る。いや、そんな起こんない。マジですれ違ってもわからない。はとこと、え、違う、はとことじゃなくて、はとことすれ違った。さすがにわかるでしょ。会ってないけどさ。こんにちは、どう？一緒なの？ということで、弟？私の弟の話？はとこの話？何なんだろう？こっちですか？こんにちは？私の弟は美少年じゃない。もうただのなんかもう、もう中学生って感じよ。まあ、弟中二かな？中二なんだけど。そういう感じよ。弟はね、めっちゃ声変わりしてるんだけど。声変わりしてるねみたいな言うとね、なんかしてないけどみたいな感じなの。してないけどみたいな。絶対してるだろみたいな声してるね。絶対してるの、声違うし、してるんだけど、言うとね、してないけどみたいな、うるさいよ。なんでよ、事実言っただけやな、お前。じゃあどう？丸刈り、いや丸刈りじゃないの、弟は。あとこ持ち。なんかな、でもはとこ会ってないからさ、ずっと丸刈りになってるかもしれない。
するかな。はとこ同い年だからさ、同い年って今大学生、大学生って丸刈りにする、する分かんないか。こんにちはと同級生の私の会話、声変わり、声変わりだよな。本当ですね、それ言うとね、なんか不機嫌になるんだよな。なんか不機嫌になるんだよ。こんにちはと、まだき中学校丸刈りじゃない。ああ中学校部活とかにもいるかもだけど、そうそう丸刈りじゃない。スペシャル演出くれてありがとうね。ありがとうございます。トータ君彼女とか演出できたの？いやまだないね、まだ中2だったら、これからあるかもね。高校生とかになったりして、いや楽しいな。24歳、いや21年、ね、男を同い年の男やってる。はとこ、はとこだからさ、その全員は分かんないんだけど、なんかお母さんの方のはとこは全員会ったことあるか分かんないけど、会ったことあるはとこ、お父さんの方のはとこはもうほぼ会ったことないね。お父さん側の分かんないって言われたけど、お母さんの方のはとこは親戚の家に集まるときに、なんかちっちゃい頃に会ったと先ほど同い年で、とか何言うんだろうな、まず分かんないよ。あ今覚えてるだけで声に弱いけど、同い年は必要だ。おはよう、おはよう。ラッパーになってたら丸刈りなくなる。ラッパーになるような雰囲気じゃなかったけど、まさかの。いや面白いな、ラッパーになってたらはとこ。全然そういう雰囲気じゃなかったんだけど。こんにちは、どう？うん、高は演じこそ北桃でくすんだよ。北桃寝るわけないだよ、めっちゃ見づらい。いませんよ。こんにちは、どう？今日の夜の配信も幼稚園コスプレする可能性ないです。来ません。お母さん系のハトコの、あ、名字違うね、みんな。ゲーム好きのハトコ、ゲーム好きのハトコ一人。私と同い年のハトコ、ゲーム好き。こんにちは、わーん。よくね、そのゲーム好きな親戚と、やってた、あの、モンハン。モンハンやってた。こんにちは、だからプリンバンバンなのか。どういうことや、どういうことや。どうも、どうも、こんにちは。何、京子さん、どういうこと？私？山田だよ。どう、どう、どう、こんにちは、どうも。はとこちゃん、あーたさんの可能性、はとこは男なのか、ないよ、はとこちゃんじゃない。はとこちゃんもいるけど、はとこ、その、私と同い年のはとこは二人兄弟、お姉ちゃんです。もうあと記憶にあるのは3人いるから、もう会ってなすぎてるかな。めっちゃくちゃ首してるんです。どうした、どこに始めした。なんだっけ、あと年上の男がもう一人いて、あと全部年下か。どうしました、妹と同い年の3番目と同い年のタイプしたって気がする。待ってなさすぎてね、わかんないんだよね。松崎さん300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。はとこがラッパー、はとこラッパーじゃないよ。違うよ、モンハン好きならラッパーの可能性だよ。嘘でしょ、本当に。初めて聞いた。もうこたえない、どういうこと？
どういうこと？どっから来たの？萌子さん、ゆくさんティールで幼稚園コス画像置いてきました流れてた。誰ですか載せたのは。矢田さんのお家が女子。そうだね、私は4人いて3人女の子だから。 DJ やってくれてるのはどこ誰が DJ やってるの寺はやってないでしょ。私はいとくいないですね、一人も。あとこだけ。こんにちは。あとこさんラッパー吹く吹かないでしょ、人。あ、もうなんか何だい、この肩身狭い。私はとこも少ないかも。で、記憶あるのは5人なんだけど、2人か、なんかもっといたかな、はとこ。じゃあ、あんま分かんないんだよね、はとこ。あんま合わないから。お父さん型のはとこは男の子って気がするけど、一回だけしか泊まったことない。本当にちっちゃい頃、あと、あれ、ひょっとしたら、なんか、お葬式の時に、はとこだよって言われて、あ、そうなんだ、みたいな。いや、もう全然合ってなさすぎて分かんなかった。そうなんだってなった。その時多分初対面だった。私に記憶がないだけか、分かんない。兄ちゃん、お父さん方のハト、お父さん方、お父さん側で、お父さんの、お父さん方じゃない、この方じゃない、おかしいでしょ。お父さんの、どこ行ってんの？この、この交際しか終わらない。でも珍しいのか。どこがいないから。どこがいないからさ、どこしかいないんだよね。年が近い親戚が。だからね、ひいおばあちゃんち、ひいおばあちゃんとさ、お母さんのいとこがなんでかわかんないけど一緒に家に住んでて、ひいおばあちゃん、ひいおじいちゃんとなんでかわかんない。もういいね、うまくできる。あとこに来てたの。2人目の方ありがとう、こんにちは。それで、その親戚で集まった時に一緒にゲームしたりとかして、まあ、はとこにとってはさ、そのゲーム好きの親戚のさ、いとこで、ん？違う、おじ？マジ、いとこじゃない、おじで、だから、ね、よくね、その親戚の家行ったらね、はとこがいたの。だから、初音の方ありがとう、二度目の方ありがとうございます。まだその一族子がいないからね。ちょ、またお父さん方のほう会ったことなくて、うちは母が7人兄弟、全国にいとこ7人兄弟、めっちゃ多いね。お兄ちゃんと、タルタルサーファンレベル14、ありがとうございます。ありがとう、こんにちは、初見作もありがとう。じゃあ、カレーなり山田一族。うるさい。ねえ、うるさい。聞いてないな。こんにちは、と、いつもの方ありがとう。あぐきら、ありがとう。ありがとうございます。めっちゃ顔見てた。やっぱ面白いか？さん、タムズのうさこ、おじさん代わり私にとっての確かにねえ、おじさん聞いてないです、何も。女性は結婚したら今違った鈴木佐藤読む、かかしとるよね。4択か。どれがいいかな、佐藤とかかな。ドラゴンボールってこと？どういうこと？違う、見て、次、こっち向いてって。
触っても無反応なんだよね。ずっとね、配信始まってからずっと私も足伸びる。邪魔だったからさ起こしちゃった。どうしたのブーさん。意味するのブーさん。茶道教官ということで。お向こうさん並びますか。あ、確かに向こう入りってもらえばってこと。え、お名字全然変わってもいいけど。まだあ、どうの方ありがとう。こんにちは。佐藤京か、それなんだけど違う。え、うん、なんか膝に珍しい。そう、ずっといるの寝起きだから来たんですよ。うん君がいい。うん、ちょっといい。ちょっとゴロゴロ言ってた。今言ってないけど。フォローありがとう、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。椅子の足がお気に入りなんてか、確かに。え、今日はね、椅子の上で寝てたの。椅子の上、椅子の足だったら動かさなかったわけで、椅子の上で寝てた邪魔だったから、あの起こしちゃった。初見です。違います。あ、ちょ、向こうにしたら山田コンツェルも告げますか。山田コンツェルって何。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様です。ダイブロゴロいいですね。嬉しいのかブブ。嬉しいのか。怖いね。怖いね。怖いね。なんで答えようか。うん。いろんなとこで寝られてる。うん、本当にね、気づいたら、ね、いろんなとこ移動しながら寝てる。昨日ね、寝た時はなんかキャットタワーの箱のとこなんかみたいなところで寝てたの。いや、起きたら椅子の上いた。ね、ブブさん、ちょっと口が開いてるよ。山田料理長ですか。料理長じゃない。どっからそうなったん。椅子の上まで、そう、ジャンプできるようになった。椅子の上にはよくいるね。ブブちゃんのハトク、あ、すか、ブブもいるね。ブブの兄弟はどこにいるの。カニちゃん、ブブブブ、美味しいの。カニちゃん、わー、聞こえてる、これ聞こえてないのかな。ええ、何じゃーん。今日はもう外に出ない。でもできることなら前に外に出たくない。だって何が、そろそろね、ブブさん病院連れて行って行かなきゃ。ねえブブさん、私も病院だよ。嬉しい？嬉しい？ブブさん、私もいける？ぐるぐる泣くな、おやれつや。違うよ、嬉しいんだよ、これ。つら、こんにちは、どう？こんにちは、やっほー、やっほー。どうもどうも、こんにちは。じゃ、ゴロゴロ言ってる。マイク拾ってないよね、きっと。近くに。マイク近づけなきゃね、もう拾わないから。ブブさん。じゃあ、どうも。嬉しいね。嬉しいね。嬉しいね。拾ってる？あ、全然拾ってないわ。ゴロゴロ言ってる、めっちゃ
ちゃうと思う。いつもずれちゃう。何を頼むときも買ったら、あなたは吹き飛ばされますよ。でもさ、ぐるぐる言ってた。可愛いでしょ。寝起きはね、いつもね、機嫌がいいから。乾いてくる。ずっと、私の足の。こんにちは。あ、落ちちゃう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 。こんにちは。スキャでバイトしてるってのはどうですか？するわけないだろ。ねえねえ、ブグさんバイトしたら、でも世界の部屋はブグにかかってる。マジでブグめっちゃ大事じゃん、ブグ。何してるの？こんにちは、のいつもの方ありがとう。ブグさん機嫌悪いこと、機嫌悪いってか、なんかね、なんて言おうとしてる。近づくとすぐ逃げちゃった。違うんですか。こんにちは、どうも。50個いってる。嘘、そんなに？ありがとうございました、たくさん。あ、じゃあ何倍になった？あ、3倍になってる。ブーストメダル、いつの間に。ありがとう、3位だし、めっちゃ上がってるじゃん。じゃあありがとうございます。ありがとう、ありがとう。やったやった嬉しい。こんにちは、どう？ブーに餌あげて、ブーはあのお昼飯終わったわ。ブーさん餌つまみ食いしてたの。なんか最近ね、そなんかね、あのケージのさ上になんかいたんですよね。そこの上にチュールとかを乗せてんの。一回で全部あげりきらなくって、一個ずつあげてる。あのチュール乗せてんだけど、それをケージにさ、なんか私が家にいない時とかでさ、あと寝てる時とかさ、目離してる、何度も見てない時にチュール落として、自分で一番上のチュール落として勝手に食べてんのよ。つぶし込んだから勝手にね、食べ、びっくりした。チュールがケージの前に落ちてた。ちょっとたまにボロボロのチュール、チュール好きすぎてね、うん、さ勝手にそういう衣装が本当にダメな、ダメな方ありがとう。じゃあ、まあ、じゃあ頭いいから気をつけて。落とすと思わなかった。ウブケージ、ズーブと、こんにちは、どうも。勝手にそういう衣装どうかな。嘘あげるんだから、ちゃんと動いちゃダメよ。こんにちは、見た目の方ありがとう。お、ワイルドなの。よくないよ、盗ってよ、ほんとに。ウールのものなんだよ。え、そこなよ、ウールですよね。どう思いますか、僕さん。寝てます。盗んでこ、盗んでこ。
部分の句だ自分の部分なんだけど。で、どうだったんだろう。全然暇じゃないよ、ブブさん。でもね、なんかカメラ越しって見るよりも実物で見たほうがね、ちょっとちっちゃい。こちらの体重くらい、ブブさん確か3キロか4キロくらい。飛べるなら暇なんじゃない。あ、うん、飛べます。じゃあ、何ちゃんと体重1メートルちゃんと。体重1メートルもないの。でかすぎだろ、1メートル。体重すぐに落ちてくる。こんにちは。こんにちは。ウーさんは気痩せするタイプ。気痩せ？ウーさん？さんはお風呂に入ったら痩せますね。激暇くんさんファンレベル13入ってます、ありがとう。飛べない部分はただの大丈夫、ちゃんと飛べないちゃんと、ふさんお風呂に入る、めっちゃ痩せる。どの猫もだけど、お風呂へ、昨日あ、一昨日かお風呂入れて、腕で溶けちゃう腕でね、気がなくなってめっちゃ細くなるお疲れ様です、お疲れ様、お疲れ様です、こんにちは。チョコも可愛いね、ね、週2回お風呂入ってくれて嬉しい。週2回お風呂多いよ、猫は多いよ。月1ぐらい大丈夫。朝の勤労でラフであるけど勤労気が向いたら見ようかな。またお風呂で引っかかる。あ、今日じゃない、今回は大丈夫だった。2度目の方に、あ、今日の昼配信10分ほど寝落ちしてたよ。遅れました。寝落ちしてたの、仕方ないな気のしないだったやつが言えないのにこんにちは。どう、でもつやつやつやぼぼちゃんみたい。でさ、先生がきっと今あの一昨日入ったから、いや、わかんないじゃん。なんか動く可能性もあるじゃん。なんかマジでさ、うさ、なんか聞こえる？ゴロゴロ言ってる。わからないって言ってます。何キロなの？今日、あ、キャトピー一緒ぐらいなの？うさ。12分か、出すランキング見ますか。めっちゃゴロゴロ言ってる。こんにちは。じゃあ13位からランキング見ます。13位、アミソーさん、ありがとうございます。12位、ヤスさん、ありがとうございます。
11位マモさん、ありがとうございます。10位スペースランナウェイさん、ありがとうございます。9位 T さん、ありがとうございます。8位アベシさん、ありがとうございます。7位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。6位中身さん、ありがとうございます。5位ポコポンスさん、ありがとうございます。4位グラッツさん、ありがとうございます。3位クマさん、ありがとうございます。2位キッシーさん、ありがとうございます。そして1位がドラマンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、二度目の方もありがとう、こんにちは。お疲れ様でした。おやらしありがとうございました。ありがとう。おつもの方ありがとう、こんにちは。聞こえた？ブブさんの声。ブーブーってゴロゴロ言ってんの。ゴロゴロ喉鳴らした。ブーにおいそ選挙して配信させようないようにしてるタイプ。わかるな、椅子が気に入ってんのかな。椅子でね、寝てたの。今日邪魔だったから、ブーブーさん抱っこして、とりあえず足の上です。ずっといるまだ。寝てます、ずっと。ブーちゃん、無呼吸症候群の息遣いしてる。大丈夫か、ブーブー。どうしてブーブー。おやらしありがとうございました。ちょっとこの後、寝ます。まだ眠い。ブーさんにご飯に私いたか、ブーさん。まだ寝てますね。待ってて、大丈夫ブー、大丈夫ブー、大丈夫ブー、きっと。あ、じゃあまして、違うでしょ。こんにちは、どうも。またやるはずね。ブーさんちょっとご飯やなきゃ。配信する時間が決まり次第ファンドップでお知らせします。じゃあお仕事ある方頑張ってください。頑張ってね。じゃあまた夜配信でまたね。バイバーイ、ありがとうございました。寝過ごさないで、大丈夫大丈夫、任せて。じゃあまた夜配信。